松野浜駅は大阪府泉大津市に電町一丁目に所在する南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は NK19。高架構前の和歌山市方面駅舎2面2線の高架駅である。ホームは相対式で改札口は1階にある。無人駅のため窓口は閉鎖されている。上り線が高架化するまで一時的に 単式ホーム2面2線になっていた。トイレは設置されている。降下後も有効庁は6両編成のまま延伸されていない。2019年時の1日平均上行人員は3944人である。各年時の1日平均上行乗車人員数は下表の通り。泉大津税務所駅の東側には明日と松の浜、泉大津税務所がある。やや離れるが、 大阪府立弥生文化博物館の最寄り駅の一つとされている。さらに離れた位置に篠田山駐屯地の正門前に至り、篠田山駅ができるまでは最寄り駅とされていた。どちらも当駅から一本堂で行ける。駅の西側には駅開設とともに開発された住宅地が広がっている。浜寺公園駅周辺の完静な住宅地に似た雰囲気を持ち、当初は 南浜寺とも形容された。境阪南線、少子浜町交差点付近に松の浜ドライブインがある。国道26号原駅時代は長距離トラックなどで賑わっていたが、高速道路等の整備によって次第に縮小され、現在ではゲームセンターとコンビニエンスストアのみになっている。ありがとうございます。